はい、今日3本目なんですけども、釜の中の懲りない面々ということで、今なんと成屋のマルネも結構すごいことになっちゃってるんですね。なっちゃってる中でやっぱね、今日のスタートはここからいきたいと思います。おはようございます。メリー稽古です。いつもお世話になっております。はい、メリーさんすごいのがな、ポポちゃん、ポポちゃん出てきた。動画何回いったんですか。総再生91,000回いってます。91,000回再生されました。はい、いやーすげえな。まあ、トータルしてたんですけども、やっぱインパクトすごいからね。1年10ヶ月です。ポポちゃんなんか書かれてるじゃないですか。そうなんですか。今ちょっとね、後ろにちょっと怖い感じの人が通ったので、インタビューしてみたいと思います。はじめまして、おはようございます。自己紹介お願いします。東京から来ました。お仕事は何されてるんですか。鉄骨関係です。ヤクザです。ヤクザです。でも僕は西成大好きで、いい街ですよね。3連休で来ました。はい、3連休で。3連休。もうね、ここ最近その郊外からもたくさん人、もうあと半年1年すれば、はい、もっとすごいことになると思うんですよ、この場所がね。それはエラさんの。いや、そんなことです。もうみんなね、なんか居心地いいじゃないですか。愛と平和の象徴というか。だってエラさんがいるから来ちゃうんですよ。めっちゃ嬉しいね。あら、それが YouTube。あら、はい、大好きです。皆さん大好きです。それで友達を連れて東京から来ました。ね、この町の最大の魅力って何でしょうか。浜ちゃんです。浜ちゃんね。まあこれをお届けしてくる時にちょうど、まあ、出所したかしないかですね。浜ちゃんです。まあまあ、まあ、会いたいです。浜ちゃんでも、ね、お酒は飲まさないように大事にしてお願いします。はい。カルピスお願いします。はい。はい、会いたいです。はい。浜ちゃん。浜ちゃんね。はい。浜ちゃんもうすぐ多分出てくる。はい。はい、もう常に来るんで。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。あ、あと僕連絡先ここ教えますね。はい。わかりました。よかったら来るときます。また連絡ください。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。ダメです。ダメです。あははは。ありがとうございます。ダメです。どうですか。どうですか。いや恥ずかしいもん。この街の良さは。いや初対面なんで。わかんないんですけど、人が好きっすね。人がいいっすよね、この街ね、本当に人がいいっす。ないっす、ないっすよ。はい、東京から、はい、一緒に来られた。そう、友達と一緒に、はい、ここはいいよって紹介されて来たんだけど、はい、いや、最高でしょ。最高だもん。でしょ。緊張すんなよ、緊張すんなよ。むちゃくちゃいいっすよね、居心地いいっすよ。もう本当僕ね、緊張すぎて、この街が。緊張すんだよ。出せよな。カッコつけちゃった。はい、そうだよね。はい、また遊びに来てください。はい、よし、よし。よい。そうだね。そうだね。日曜日ですればやっぱライブを行ってるんですけども。どうですか。今日名前でーす。なんだ。わお。世界中やばっ、これちょっと待って、ダメダメちゃん、どうしよう、いや、いいっすね。でね、なんかもうこうワイワイやってる中で、もう最近何屋さん人入りきれへんので、即席でね、お客さんがもうテーブル作って飲んじゃうような感じなんですけども、このはじめまして。あ、よし。じゃあ。よし。お名前、申し上げます。岡本です。岡本さん。出身はどこですか。奈良です。あ、奈良から来る。何を見てここに来たんですか。あ、もうこう、よく来るんですよ。おぉ。はい。これ、席、中に席がなかったから。はいはい。いや、初めて見ました。これ、いや、お母ちゃん、いや、こう、はい。これがあるから。席作ってって言われて、はい、どんな店やねんみたいな。そうそう、いいっすね、そういいっすね。そこはいいとこなんですよ、はい、この街の良さってどこですか。もうなんかもうこのフレンドリーなザックバランナですよね。そういうところがもう好きで、たまに喧嘩始まるんですか。あ、もう選手もありました。最近めっちゃありますもんね、はい、人多いし。
や、もうなんかそれがもうなんか普通的な、はあ、いや僕もいきなりさっきいきなり喧嘩だったんですけど、もう全然スルーしましたけど、はい、いや最強でしょ。いや最強じゃない、最強全然スルーしました。逆に手出せない、はい、あ、手も出さないし、あのか喧嘩かないし、はい、そうですね、はあ、いやでも本当にいいですか、出てもらっていいですか、はい、この、出身はどこがこれですか。奈良です。奈良が、あ、夫婦みたいなこの町の差ってどこです、最大の魅力は。魅力、ね、なんかフラッと来てフラッと飲んでフラッとすぐ帰れる。あ、居心地がいいですよね、すごくね。雰囲気が好き。雰囲気ですよね、はい、またいつも来てください、はい、あの毎週日曜だいたい行ってる感じなんで。メリーケンさんも行ける。ありがとうございました。メリーケンさん、あのもうすぐ10万回行くんですよ、再生回数、はい、アメリカさん、ああ、ああ、そうか、はい、これが今の私の、ね、あ、うん、あ、うん、ほんで裏も見ちゃって、裏も裏こんだけ出てます。まだ夜更かしは出てないけど、まだこれでな、今のまだこれでめっちゃテレビ出てるすげえな、よかったな。ルミちゃん、今日は今日の行動の流れはどんな感じなんですか。あの今日はですね、あのヤコ言います、あの俺の出番でちょっと呼び出されまして、で酔っ払ってこの兄様になってね、まあいつもの通りですわ。なんかね、あの多分鎌ヶ崎忍者というか西成劇場ですかね、今日はね。歌います、歌います、歌いますよ。いやうちも覚えなきゃいけませんね。歌います。いや、うちが偉さんに手をされちゃうね。いや、俺あの、あんまり強くないんだよ、実はね。偉さん、通ってた大学と、あの、うちの大志望一緒ってびっくりした。あ、そうっすよ。ほんまに、びっくりしました。はい。私、振られたのよ、慶応のあの、法学部に。あ、そうなんですか。はい。あの、うち政治学科でしたけど。あ、そうっす、政治学科。はい。偉さんの畜生をジャンプにぶつけよう。いや、畜生は偉さんにぶつけたら、うちが慶応されちゃうねんすよ、タコさん。ねえ、面白い。だから、偉さん元気するか、言うて。うわー、いい。おはようございます。最近ね、よくいつも来られてる、はい、あー、どうぞ、あるはい、吉本興業です。吉本絶対違うやろ。いいっすね、本当に。ダメだ、わかりました。行ってて、はい、どうぞ。いや、いいっすね、本当に。最近お酒おごってもらったりとかしてね、すごくいい場所ですね。はい、はい、すいません。ということで、やっぱね、すごくいいのが、そのなんていうか、本当にこの町のさ、ちょっとこう僕の中で、出してきた中で、やっぱ一つのね、この町なんで、なんていうかな、うん、良さの代表じゃないけども、学級委員長なんかな、的な感じとして浜ちゃんが俺は言ってるんじゃないかなとは思います。うん。まあ、年齢はね、僕より全然上なんですけども、良き、ほんまにパートナーとして、一日も早くね、やっぱ浜ちゃん、うん、この場所でみんな会いたいんでしょうね。ただやっぱ、いつもみたいに浜ちゃんお酒はだけ絶対ちょっと控えてほしいなとは思います。いや、ここもなんか人だらけでね、こうわーってなってるんですけど、この街本当に素晴らしいんじゃないでしょうか。全然カメラ回す予定がなかったのが、回してくれっていうことで、回しちゃってるんですけど、うん、何もなくても絵になる素晴らしい街。石成愛林地区、成屋でございます。